武田哲也今朝の3枚ろしおはようございます。武田鉄矢です。おはようございます。水谷カ奈です。ずーっとこの今の間、もうカナさんからスマホと自撮りの関係を今ずーっとコンコンとスマホで撮ってるわけ <laughs> スマホの中にある写真機があってスマホに入れるわけじゃない。<laughs> もうその理屈をずーっと。<laughs> 理屈じゃなくて事実ですよ。ああ、ほは,はい。はい、<laughs> 今週はですね。 これいいかなぁと思って、まな板の上に置いたんですね。はい、この本は、これ前からあった本でありますが、まっすのとしきさんでいいのかな。外州の住職、お坊さんです、この方は。お坊さん以外にも仕事をやってらっしゃるという、なかなか本当に面白い方なんです。三笠書房心配事の9割は起こらない。いいっすね。うーどうしてこの本を、 手に入れたかと言いますと、やっぱなんかきっかけがあるんですよ。はい、私、心臓手術を5年前、6年前にいたしまして、大動脈弁が人工のセラミックでござん。詳しく語るともうめんどくさいんで、とにかく私は胸、心臓に心配のある人生を今生きております。はい、この病は杉良太郎さん。からゴルフの倉本。<ー>それからシュワルツネッガーさん。<ー>ここも同じですね。そうなんですね。えー、この方々は全員セラミックだと思います。<ー>だから、 皆さん全員、ちょっと憂鬱を抱えてらっしゃるはずです。どんな憂鬱かとも言いますと、毎日、ワーファリンという、血液サラサラ浄剤を飲むことが死ぬまで続くわけです。はい。これを飲まなかったりなんかすると、その、セラミックにくっついちゃう。白血球とか。えーえー、はい、結晶板が。 はい。だから、サラサラにしとかないと。他にも、心臓に負担をかけないように、糖尿病の心配。私もボーダーですから、ギリギリんとこ生きてますから。その数値で、主治医からね、下がった、上がった、一喜一憂が、半年に一回あるわけです。はい、まあ、とにかく、まあ、ドッグの結果を受けまして、その日、薬が一錠だけ減ったという、結構、いろんな種類飲んでおりますからね。 それで、隣の町まで診断書を手にして、指定薬局で購入しに行ったわけでございます。はい。ところがですね、前回、診断書に書いてあった薬で、睡眠導入剤があった。でそれはなぜかと言いますと、あの、7月の、あの、博多座の舞台のために、 導入剤ちょっと私ね、眠れなかったことがあったんで。そうおっしゃってましたよね。はい。あの、興奮したり、ちょっと眠れないことがあるんで、それをいただいたんでありますが、それをそのまま、お医者さんが消し忘れてやほう。た<だ>、うん、大変なんだこの薬いりませんっつったのよ。持ってるから。うん、ダメなの。え主治医と連絡を取って確認が取れない限り、買っていただかないと困ります。あそういうことなんですかうん。だから、 ねえ。ただ、あた7月の心配のために、だけどもうその時は11月過ぎてたわけでございますからね。で、その7月の公演も一錠も飲んでないんですよ、私。うもうコットンコットン眠っとるんです。そういうことあるんですよね、<laughs> バイオリズムで。はい、あの、中村玉夫さんという心配なおばあさんと一緒にやった時でございますが、全然心配いらなくて、はい、もう毎日9時半に眠って7時に起きるという、何時間眠ってんだおめえは、みたいな。 快調、はい、な体調で、え終、ー、了することができるわけでありますけども、えー、申し訳ありません。病院の主治医の先生に今から連絡を取ります。<ー>もしいらっしゃらなければ、買っていただかないと、<ー>こちらの方では消せません。という。はい、ああ、そうですか。ちょっと本屋さん行って、プラット本でも見てきますんで、連絡だけしてみてください。とかって。ほんで、まあ、私、その薬局、薬局の隣にある本屋さんに そうしますとですね、本屋さんのテレビで、大変なニュースが流れてる。はい。どんなニュースか。トランプ氏逆転で大統領へという、<ー>その頃だったんですよ。そうですか。ええ、ね。はい。こうするとね、そのやっぱ慌てたテレビ局が、街頭インタビューを開始してて、<う>だみんな不安そうに、え、トランプ、ほん、マジですかと。ええー。だどっかの店頭でトランプマンがトランプやってたのよ。 <laughs> そのトランプマンのところに行ってるのよ、ニュース番組が。そうなんですか。だかトランプマンも語りたいんだけど、あれ話せないんだろトランプマン話しませんでしたっけは言葉を話しちゃいけないんですね。はトランプマンに、どう思いますかトランプですよ、トランプマン。トランプがって言われたら、トランプマンが肩をすくめてね、と <laughs> こう、あのトランプは来るんですよ。 はい、はい。それで、あの、<laughs> キングを出すんですよね、トランプの。<ー>それで、あの、ハンカチかぶせるんですよ。<ー>だトランプ消えるのかなと思ったら、その日に限って消せないんですよ。<おー> <laughs> トランプのキングが。<laughs> 彼は、その、はい、キングのトランプは消せないっていうのを、まあ、その仕草で、報道番組に伝えたんでしょうね。<laughs> はい、それを見てた、 本屋の親父が、冗談やってる場合じゃねえよ、お前って言いながら、<laughs> ヒラリーさんの方の自伝家なんかを大量に仕入れてたんでしょうね。ああ、そうかそうかそうか。ああ全部お前ありだよ。また注文書書き直しだよ。<laughs> なんてことしてくれんだよ。とかって、そうなんですよ。この後、トランプ氏が大統領になって、一体どんな世の中が来るんだろうか。うん、気持ち暗くなっちゃって。はい。 こんな俺、心臓にや、病も抱えてるわ。大統領はトランプになるわ。トランプマンはトランプが消せないわ。<laughs> その時にふっと目が合った本が心配事の9割は起こらない。さ <laughs> っと気がつくと手が伸びていたという、こういうつかみでございますね。明日からはこの本の中身に入りたいと思います。この続きまた明日の話題棚の上で。 武田哲也今朝の3枚よろしおはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷奏です。ごめんなさい。通産省じゃないね。経産省ね。そうですね。経済産業省、ね。業はい、難しいんだね、働き方をね。うん、この辺いつかまたやりますから。<laughs> はい、さて、まな板の上、ますのとしあき、外し住職がお書きになりました。心配事の9割は起こらない。なぜ人間は心の中に 心配事を抱いてしまうんだろうという。それを相当しお坊さん、前週のお坊さんの立場からこうおっしゃっております。妄想するからだ。妄想ってのはおそらく悪い予想ということでしょうね。はいはい、心を縛る者、心に住みついて離れない者は全て妄想です。その妄想はどこから来たか。それは物事を対立的に捉えることで生じるのです。 生死、勝ち負け、損得、健康病気。うん、こんな風にして対立的に捉えると妄想という、その擦った摩擦熱が生まれますよと。はい、一番大事なことは相当衆道元も言っている通り。相当衆は道元ですね、皆さん。うん、この人が言っております。他はこれ、我にあらず。うん、他のことは私ではありません。うん 武田哲也の場合でありますが、心臓病も糖尿病も来るかもしれませんが、間違いなく言えることは今来ておりません。はい、ここにあるのは私と今だけ、私と今だけに集中しましょう。他はこれ我にあらず。はい、この言葉、なかなかようございますね。私は安倍でもなければ、プーチンでもございません。はい。はい 私は、私でございます。ね。はい。うん、プーチンさんの話題もちょっとしてみますか。はい。カナさんは、あの、やっぱり2時間遅刻とか頭に来たいやー、まず時間は守ろうよって思いましたけどね。舐めやがってって言ったコメンテーターがいたよな。<laughs> <ん>それとあの人も、あの、怒ってたね。あの、韓国人の、あのー、コメンテーターね。ぴょん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  ですかねお、はいうん、あのあの方は大体韓国担当でありますがあ,あの日に限って、うん、あのプーチンに関しては、はい、北方領土のあの島からミサイルを日本に向けてたんですってねなんで一緒に温泉へ案内するのか<ー>安倍外交っていうのは何を考えて侮辱されてんねん侮辱も気づかないのかという,う 私何とも思わなかったね。あ、そうですか、うん、そういう人なんだろうと思って。<笑><笑>そういう人なんだろうと思、うん、<ー>で、これちょっと余計なことだけど、はい、俺ね、12月のディナーショーで、プーチンさんが通った道を車で通ってんのよ。えっと、どこのディナーショー山口の、お山口ん、<ー>とある町地方都市で、<ー>ホテルのクリスマスディナーショーがあったから、ープーチンさんと同じ工程で、 あの、山口の飛行場に降りて、<ー>そこから長門方面に来るまで走ったわけ。はい、はっと気がついたけどな、はい、これは俺の考えすぎかな。竹林がね、結構綺麗に刈られてるのよ。なくなってるってことですか刈られてんの。うん、竹林って今ね、 竹の林利用する業者が少ないから、どこでもね、伸び放題で竹林ってたい闇になってるんだけど、うん、プーチンさんが車で走った道の竹林左右見てもね、結構日の光が差し込んでんのよ。根元見ると、つい最近切ったばっかりみたいな切り株なのよ。闇を取ってるってことですかあのやっぱり狙撃の危険性かなんかを感じて、 沿線の住民に協力を呼びかけたか、そういう行政の指導があって、はい、市の人が動いたか。それはあり得るかもしれない、ね。ビルの谷間とかないから、うんあの、山口県は。うんあの、竹やぶ、森、田んぼっていう。えー、3枚しか風景は変わりませんから、あの、はい、山口市内近くに行かない限りは。う それがね、どの竹やぶも結構スッキリしてんのよ。その時に、あ、プーチンさんのために切ったんじゃないか。物陰を作る前としたのではなかろうか。うということは、はい、プーチンさんってものすごく狙われてる人なのね。だから、そのいわゆるテロリストたちから狙われてる人が時間通りに動いちゃまずいよね。う どこかで少しずつずらさないと。はい、それも遅刻しないと。あるいは時間を守らないことで。それでほら。ええー。だってお帰りになってすぐだよ。トルコであんた。演説した時に撃たれちゃうんだから、警備の男から。かったですね。 だから警備の中に紛れ込んでるかもしれないとかっていう心配をする国の大統領だから、時間通りに動いちゃまずいだろう。結構いろんなところで遅刻はされてますよね、プーチンさんね。だから遅刻っていうのはあの人にとっては身を守る手段なんじゃないのとにかく一番危険なのは時間通り動くことだよ。だろまあ言われてみれば、なるほどなと思いますけど。安倍さんって全く遅刻しないんだよ。 わ、はい、かるだろう <laughs> よくわかんないけど <laughs> いやいやどうなんでしょうか <laughs> 俺は大丈夫だと思うねその説はでも面白いですね面白いでしょ、うん、だって考えてごらんプーチンさん亡くなったらロシア大変なことになるよだって性敵を潰したのはいいけど代わりがいないんだよ ちょっと、それてしまいましたけど、もう一回、このありがたい外州のお坊さんの一言を唱えつつ、明日に繋ぎましょう。心配事の9割は、プーチン、怒らない。こっちまた明日のもらい手の上で。武田哲也今朝の おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。開いた本は心配事の9割は起こらないという本でございましてます、<laughs> 松野年明住職の一冊でございますですね。三笠書房から出ております。この本でありますが、まあこう、名言、真言がきらびやかにばーっとこう並んどるというような、そんな書ではないんですね。はっきり言ってしまうと、どっか古臭い当たり前の説教がそこに書いてあるだけなんですが、 時代がこういう、こう、ちょっと読みにくい時代になりますと、こういう前週のお坊さんの一言なんてのが、染みるんですな。うん、トランプショックとか、不愛想プーチンとか、何をしでかすかわからない習近平とか、次々国際問題も起こっておりますが、マ、ま、スの全自の言葉であります。そういう世の中に対して、世の中自分ではどうにもな,ならないことがある。 考えてみれば、今生きをしている、この私の命そのものさえ、自分の手が及ぶものではないのだ。おっしゃる通りですね。うんはい、今生きてるということすら、もうやっぱりね、主体じゃなくて、命任せで生きてるわけですな。間違いなく生きているの、あ生かされているのであって、あんまり生きている生きていると力むなよ、と。大善<ー>寺は。 おっしゃりたいんでしょうな。はい、どうにもならないことはそのまま、どうにもに任せて、あるがままに受け止めよう。心に向ける一言は、どうにかなる。それでいいじゃありませんか。あるがままそのまま。それが自分の正体ですよ。トランプの嫁、トランプの娘、トランプの息子、財産、やり方。 あ、これごめんなさい。これ声変えちゃいけないんそうですよね。<laughs> それ、哲也さんの言葉ですよね。これ <laughs> 俺だ。トランプ、嫁、<laughs> トランプの娘、トランプの息子、財産、やり方。はい。これからは大丈夫なのか日本が大きな迷惑を込むんじゃないかそんなこと言ったところで、実は、何の関係もないことなんですね。トランプは、彼もまた、生かされているただの人なのですよ、と。うん、トランプさんね。はい。 大統領に見事なられましたけどね。まあ、アメリカの歴史上始まって以来の大統領就任式だったらしいですね。うん、ガードも含めてね。はい。なんかテレビがやたら騒いでおりますね。奥様の、奥様のゼンダの、ええー。あの、ヌードから。あ、ゼンラ出たんでしたっけゼンラもう出てるからあ、出てましたっけはい。ええ、それから娘さんですごいべっぴんさんええー。が、旦那さんも素敵とか。えー えなんと言っても、バロン君。はい。身長1メーター70あるんですって、あれ。あ、そうですか。まだね、お若いですけどね。ねえ。まだあなた中学生ぐらいでしょ中学生か。うん。1メーター70あるんですって。<ー>ええ、さらに続けましょうね。前日の言うことね。情報だけで、あるいは相手の一面だけを見て、だいたい嫌な感情、否定的な思いを持ってその人を見ると、見や誤ることになりますよ。 この人にもいいところがあるはずと見つめて、あなた自身がいいところをその人に見つけると、世界はがらりと変わります。何が変わるかそう。あなたはいい人なのです。うん,うん。わかりにくいあなたはいい人なのです。みんなが悪いって言ってる人のいいところを見つけると、トランプさんもどっかいいところはあるだろ。う。まあそりゃ終わりでしょうね。ああええ。年末の番組なんかでやってたけど、 トランプってあれあダイアナ妃狙ってたみたいね <laughs> ちょっと待ってください<れ>狙ってたっていうのはなんかね話しつけようとしてえっと、えー、ダイアナさんとお,こうつお付き合いしたいっていうことですか <laughs> お近づきになろうとして<ー>、うん、あああれアナウンスが言ってたのかあのデヴィ夫人が<ー>あのデヴィ夫人は会ったことあるらしいんだよなトランプさんとほう いくら金使ってもいいから、名誉あるくらいっていうのが欲しかったらしくて、はい、イギリス系のその手の伯爵とかなんとかっていう身分がもらえないだろうかとお金を使ったらしいんだけど、やっぱりイギリス社会から、それでやけでつけた名前がバロンなんだって。えー、どういうことですかバロンって伯爵公爵 そういう意味でしょあ、そうなんですかうんうん、そうですよ。<ー>バロン。自分の息子さんにつけた。うんうん。へ<ー>、うん、まあ、息子ぐらいはと思ったんですよね。<laughs> はい、えー。だから、まあ、切ないっちゃ、切ない話でございますかね。うん、まあ、しかし、もう70でしょはい。この倍は生きるわけないわけですから。うん。あの方もですね。はい。えー、とにかく、焦るな。慌てるな。全集の言葉。皆さんいい言葉ですよ。七層一座。 七旅走って一回座れ。うん、七転び八起というあの言葉がありますけども、ええー、この相当前の方ではですね、七相一座。七回走ったら一回必ず心を落ち着けてそこに座りなさい。さらに深めて、一日一死。つまり、一日一回必ず止まりなさい。はい、正しいという字を見てごらんなさい。 一回止まれと書いてあるじゃないですかあ一時止まれ本当だ、ね、はい、はい、うまいこと言いますねやっぱりこう立ち止まって考えんといけませんなん、はい、いかに言ってもそれでも落ち込む人があるでしょう世界もゆっくりと歪み特にアメリカが歪み始めて中国ロシアフィリピンイギリス普通独の右傾化そして日本の安倍独創体制等々心配事ばっかりでありますね 心配事は、数え上げれば、こんな私にもいっぱいあるんですね。左引っ掛けの OB が治らない。ゴルフではね、血糖値も高い、振動の心配もあると。しかし、それでも、と、師匠は言うわけでございますが、はい、この師匠のいい言葉は、明日ということで、この次また下のの俺手の上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香田です。本当に考えてみれば妄想というか、そういうのはどんどん湧いてくるご時世だよね。まだね、年がスタートしたばっかりですけども、まあ、アメリカの大統領、新大統領スタートして、中国とかロシア、フィリピンは、またあのな、凄まじい、凄まじい人だね、あの人もね。ドテルテさんですね。ドテルテ。ドテルテちょっと違う。なんかドって感じがするんだよな。<laughs> それから EU 離脱のイギリス。 ええから、普通毒。これ、年末にテロもありましたけど、受け入れ化傾向、ますます強くなるでしょう。そして、ええー、安倍、独創体制。もうやりたいことやっちゃうんじゃないかという。また自分の個人的な話ですけども、血糖値も高い。それから、食べるとすぐ太る。あ、そうですか本当に嫌。うん。うん。また美味しいのね。美味しいのはいいことですけどね。うもうそれでもね、えー、奥さんから。 ピシャーと物差しでね。<laughs> 物差しで。<laughs> 物差しで手のひこう叩かれるんですよね。それからさっぱり上達しないゴルフ。こういうこと。もういちいち上げると心配事というのはどんどん湧いていきます。東京オリンピックも心配ですよね。はい。どうなるんでしょうかいろんなことが。<laughs> それで、今度の東京オリンピックは8月でしょはい。そうです。8月の暑さ大丈夫ですか暑いと思いますよ。ねえ。と、心配すると、 本当に数限りなく心配事が、小池体制も心配ですしね、はい、ちょっと心配ですよ。はい。知事が集まったでしょ。え、千葉、東京、<ー>神奈川。はい。千葉、東京、神奈川、埼玉埼玉。ですかね。はい。あ、去年、去年だ。去年あの、金出す出さないでね。はい。あなた4人、4人でしょあの、集まって、あなた3人がタレントさんですよ。 あ,あ、そうですね。そうで、千葉、東京、神奈川か。テレビタレントさんですよ。あ,あ、ういうニュースキャスターやっては、キャスターとか関係ねえよ。テレビに出てた人だから、<ー>テレビタレントです、えー、大丈夫ですかねいや、大丈夫じゃないですかそうですか。移りばっか気にしてね。<laughs> あの人たちはメディアの使い方知ってますから、こうやって考えると心配事は数限りなく、何年か先、2020年の8月の気温まで気になるという。<laughs> そうだ ね、考えた馬鹿みたいだと思わない。<laughs> 暑いだろうなーってね。<laughs> でも、す、涼しかったらどうすんだよ。そういうことってあるじゃん。霊華 <laughs> だったりね,ね。霊下だったりするじゃん。涼しくなってるかもしれないじゃん。んだからやっぱり、人間って先のことを考えると全部不安になるんだね。 先のことを考えるっていうことは不安になるってのと同意義語なんでありますな。はい、さあ、前週のお坊さんにすがりつきましょう。前週のお坊さん言います。もうこのままでは世界は滅びる。この世界は末法の世と叫んだのは平安時代でした。平安時代にもうすぐ仏伐の世界がやってきて人類は日本人は死んでしまうんだという末法思想が広がりました。 あれから随分時間は経ちましたが、まだ滅んでおりません。そうですね。ここに人間の希望があるのではないですか世界は滅びるとは何人もの人が叫び。西洋のお坊さんで1999、はい、大魔王が降りてくるとか言って、ご、ね、本が山ほど売れたことがありました。ん滅んだのはその本を書いた人だけでした、えー。お亡くなりになったそうですね。お気の毒で。 全治はこう言いました。災難に会うときには災難に会うがよろしい、はあ。はぁ、あ。<laughs> そう覚悟しましょうと。うん、これは相当衆、相当前からの提案でありますね。災難に会うときは災難に会えばよろしい。はい。それでいいじゃないかと。何の不足があるんだ、お前たちというね。うん その覚悟からしか世の中を転じる、展開させる、回転させるという力は生まれてきませんよ。はい、こうおっしゃいますね。はい、世界を一変させましょう。世界を一変、もうすべて変えてしまいましょう。どうやってと、住職に問いますと、相当集、住職、松野さんはこう答えになります。あなた自身が一回転しなさい。え世界を一回転させるのは大変だから、あんたが一回転しなさい。 そうすれば、世界も回転します。そうなんですね。冷暖自治。冷暖自治。冷たい、暖かいを自ら知る。冷暖自治。という言葉があります。これも相当前の言葉であります。器の中の水が冷たいか、暖かいか、見てないで手突っ込んで確かめろという。 <laughs> いいよね <laughs> 本当におっしゃる通りだよねええーはい、体感するためにはまず自分で動けあそういうことか霊団自治こういい言葉だよねん,んあのなんだっけあのこの間謝ったでしょあの DNA が嘘の科学あの医学知識かなんかえーっと何でしたっけ去年大騒ぎになったじゃん DNA のなんかサイトがあるんですよ。そこをこう開くと、健康情報かなんか、ほで、肩こりは背後霊のせいとか、悪霊が取り付いてるとかってあって、他にもなんかでっつらめがいっぱい乗っかってて、DNA の頭のいい人たちをあれよそから盗んできて乗っけたんだってな。他からを天才してる、ね。そう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 。うん。えー、あ,あれなんかまさしくこの、うん、住職からカーつって言いそうなやり方じゃない。つまり、手も、 足も皮膚も使わずにいってるわけだから、うん、我々は体感することですよというね、うん、この一言は単純だけどやっぱりとても重たい言葉だなと思いますなこの続きまた明日のまな板の上で武田鉄矢「今朝の三枚よろし」 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。心配事の9割は起こらないという、すの総統集住職の本でございますね。この住職の言葉が次元が高いんで、自分の言葉に置き換えているんで、あの、相当、あの、武田の言葉も混じっておりますけども。住職の言葉をわかりやすく伝えるための方便だと思ってくださいませ。 この世界には飢えて死ぬ人がいます。現実に合死するという人がいます。ただ、本当に奇妙なことに、反対では食べ過ぎて死ぬ人も多いんですね、今。うん、特に、えー、我が国日本は5人中2人が糖尿病と診断されているという国であります。はい、もうお分かりの方も多いと思いますが、何かをたくさん食べれば健康になれるという、 そういう宣伝をする食品会社がありますが、うちの奥さんが言っておりました。たくさん食べて健康になるということは人間の体について絶対ないそうです。ほ<う>私、あの、日記をかじってたんですよね。あ、前かじってらっしゃいましたよね。はいはい。日記。はい。え<っ>。血圧が夢のようにスッと下がる。 いいじゃないですか。嬉しくてですね。はい。でも、噛み続けないと、また上がってくんですね。<ー>ですから、ドッグの前なんか日記を噛んでたんですよね。噛んでゃダメじゃないですか。<laughs> <う>ちゃんとした数値出ないですよ。そうですね。はい、そしたら、妻が、日記をかじって、下げて、なんなのそれがって言われますよ、はい、はい。それで、あの、お医者さんから、武田さん、日記臭いって言われました。<laughs> 血圧の方は普通に戻っていました。<ー>高血圧にですね。はい。はい、そうなんですよ。こうなんか、解決したっていう情報がこの世界にはいっぱい今あるよな。こうやれば解決するって。でも、そうです。松野前治は言います。どんなにたくさん情報を集めたって、したいこと、生きたいこと、こういう風うに生きるという生き方を見つけることは皆さんできませんよ。自分で動いて真実をつかむ。これ以外に真実のつかみ方はないんであります。 ですから、皆さん方、テレビとかラジオ、等々で事件報道を聞くときは、一番冷静な人を選んで、その人の意見を聞くように、意見に耳を傾けるようにしてください。はい、情報はありすぎると迷いのもとになります。うん、これ本当ですね。食べ物と同じです。多ければ必ず取りすぎで病になります。そして、 自分というものを忘れて情報に従おうとすれば、あなたはとんでもないミスを犯すことになる。ここからが、えー、マスの外州住職の言でありますな。随所に主となれば、立所皆死なり。<え>これは、臨在州のお坊さんの言葉でありますね。はい、どんな場面であろうと、どんな事態であろうと。 自分が主人公であるっていう自覚さえあれば必ず解決策は見つかる。自分が主人公うん。うん、はあ。キョロキョロしない。はあ、己の立つところを踏みしめる。はあうん、視線を落ち着かせてあたりを見回し、逃げる方角を自分で探す。はあ、うん。今、できること。そこからまず一歩を踏み出す。 これはなかなか名言でしょ。そういう意味の主人公ですね。そう,ですそうです、そうです、そういう意味で、ね。でゃ構えろっていう意味ですね。やっぱあの、指示、指示が出たとか出なかったとかっていうことで、うん、下打ちする人っていっぱいいるじゃん、わけじゃん。はい、係員の誘導がなかったとか。だかそうもあるかもしれないけど、プラスまずあなたが生きたい、この命をと願わない限り、逃げるべき道は見つかるはずがない。さあ、皆さん、本年。 2017年ですかいよいよトランプショックが始まります。グローバリズム、もずーっと今まで叫ばれてきました。もうおしまいです。トランプさんがしまいにしました。ここからはアメリカでさえも自国のみを大切にするという。そしてヨーロッパではうぬぼれの受け化が始まる。でもよく考えましょうね、皆さん。グローバリズムでままあ、ある意味で、 えー、その、競争原理ですね。世界に競争原理が持ち込まれ、勝ち負けで決着をつけようと。費用対効果のみが、最大最高の目標だった。安く戦い、高く勝つ。これが、ルールの全てでした。はい、あの時にこのグローバリズムに反対した人もいっぱいいたんですよ。カさんもそうじゃなかったうん。あんまり考えてなかったな。あ,あ、そうか。君の場合はそれが問題だよ、えー <laughs> <laughs> 俺ね、よく覚えてるんだけど、グローバリズムの、というのにね、ものすごい不安を示す経済学者さんの人って多かったですよ。対する言葉があんまり良くないけど、ローカリズムっていうかね、うん、そう、そういう世界性を持たない、あの、世界性ではなくて、人間は自分のエリア、その住み分けの法則っていうのは大事なんじゃないかっていう人言いましたけども。でも、 オバマさんがグローバリズムでバーっと世界を鳴らしたわけですな。でも、トランプさんが大統領になってやーめたって言ったんでございますけど、その、グローバリズムを進めたのがアメリカですけど、そのアメリカからグローバリズムをやめたと言ったわけですな。グローバリズムの勝者、それは誰かというとトランプさんなんですよ。そのトランプさんがアメリカを一時期田舎に返すと。 いうふうに宣言したわけですから。まあ、これはなかなか面白いことですよね。皆さん不安かもしれませんが、なに、頑張って生きていきましょうよ。というわけでこざ来週もう一週だけね、このお話続けさせていただこうかなと思います。この続きまた、来週のまな板の上で。 でまな板の上マスのの上まと住職書きになななりました心配ごとの9割は起こらないとなぜ人間は心の中に心配事を抱いてしまうんだろうという。それを外しお坊さん、前週のお坊さんの立場からこうおっしゃっております。妄想するからだ。妄想ってのはおそらく悪い予想ということでしょうね。はい 心を縛るもの心に住みついて離れないものはすべて妄想です。その妄想はどこから来たか。それは物事を対立的に捉えることで生じるのです。生死、勝ち負け、損得、健康病気。うん、こんな風にして対立的に捉えると妄想という、その擦った摩擦熱が生まれますよと。はい 一番大事なことは、相当衆道元も言っている通り。相当衆は道元ですね、皆さん。この人が言っております。他はこれ、我にあらず。他のことは私ではありません。武田哲也の場合でありますが、心臓病も糖尿病も来るかもしれませんが、間違いなく言えることは今来ておりません。はい、ここにあるのは私と今だけ。 私と今だけに集中しましょう。他はこれ我にあらず。はい、この言葉、なかなかようございますね。私は安倍でもなければ、プーチンでもございません。はい、はい。私は私でございますね。はい。うん、プーチンさんの話題もちょっとしてみますか。はい。カナさんは、あの、やっぱり2時間遅刻とか頭に来た いやー、まず時間は守ろうよって思いましたけどね。舐めやがってって言ったコメンテーターがいたよな。<laughs> <ん>それとあの人も、あの、怒ってたね。あの、韓国人の、あのー、コメンテーターね。ぴょん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 ぴんですかね。おはいお、はいうん。あの方は大体韓国担当でありますが、あ,あの日に限って、あのー、プーチンに関しては、うん、はい。北方領土の、あの、島から、ミサイルを日本に向けてたんですってね。 なんで一緒に温泉へ案内するのか。<ー>安倍外交っていうのは何を考えて侮辱されてんねん、侮辱も気づかないのかという。う私なんとも思わなかったね。ああ、そうですかうん、そういう人なんだろうと思って <laughs> <laughs> そういう人なんだろうとほ、うん<ー>で、これちょっと余計なことだけど、はい、俺ね、12月のディナーショーで、プーチンさんが通った道を車で通ってんの。 えーとどこのディナーー山口のとある町千代都市で<ー>ホテルのクリスマスディナーショーがあったからープーチンさんと同じ工程でガラリと変わります何が変わるかそうあなたはいい人なのですうん,うんかりにくいあなたはいい人なのですみんなが悪いって言ってる人のいいところを見つけるとトランプさんもどっかいいところはあるだろう まあ、そりゃ終わりでしょうね年末の番組なんかでやってたけどあトランプってあれああダイアナ妃狙ってたみたいね <laughs> ちょっと待ってください<れ>狙ってたっていうのはなんかね話しつけようとして <laughs> えっと、えー、ダイアナさんとお,こうつお付き合いしたいっていうことですか <laughs> お近づきになろうとして<ー>うんあああれアナウが言ってたのか あのデヴィ夫人がーあのデヴィ夫人は会ったことあるらしいんだよなトランプさんとうんういくら金使ってもいいから名誉あるくらいっていうのが欲しかったらしくて、はい、イギリス系のその手の伯爵とかなんとかっていう身分がもらえないだろうかとお金を使ったらしいんだけどやっぱりイギリス社会からそれでやけでつけた名前がバロンなんだってええー、どういうことですかバロンって 白爵公爵そういう意味でしょあ、そうなんですかうん,うん、そうですよ。<ー>自分の息子さんにつけた。うん,うん、<ー>うん。へまあ、息子ぐらいはと思ったんですよね。<laughs> はい、えー。だから、まあ、切ないっちゃ、切ない話でございますよね。うん、まあ、しかし、もう70でしょはい。この場合は生きるわけないわけですから、うん、あの方もですね。はい。えー、とにかく、焦るな。慌てるな。全集の言葉。皆さんいい言葉ですよ。七草一座。 七旅走って一回座れ。うん、七転び八浮きというあの言葉がありますけども、えー、この相当前の方ではですね、七相一座。七回走ったら一回必ず心を落ち着けてそこに座りなさい。さらに深めて、一日一死。つまり、一日一回必ず止まりなさい。はい、正しいという字を見てごらんなさい。 一回止まれと書いてあるじゃないですか。あ、一致止まれ、本当だ。ねはい、はい。うまいこと言いますね。やっぱりこう、立ち止まって考えんといけませんな。んはい。いかに言っても、それでも落ち込む人があるでしょう。世界もゆっくりと歪み、特にアメリカが歪み始めて、中国、ロシア、フィリピン、イギリス、普通独の右傾化、そして日本の安倍独創体制等々、心配事ばっかりでありますね。 心配事は、数え上げれば、こんな私にはいっぱいあるんですね。左引っ掛けの OB が治らない。ゴルフではね、血糖値も高い、振動の心配もあると。しかし、それでも、と、師匠は言うわけでございますが、はい、この師匠のいい公爵そういう意味でしょあ、そうなんですかうんうん、そうです。<ー>バロン。自分の息子さんにつけた。うんうん。へ<ー>、うん、まあ、息子ぐらいはと思ったんですよね。<laughs> はい。えだから、まあ、切ないっちゃ、切ない。 話でございますよね。うん、ま、しかし、もう70でしょはい。この場合は生きるわけないわけですから、うん、あの方もですね。はい。えー、とにかく、焦るな。慌てるな。全集の言葉。皆さんいい言葉ですよ。七草一座。<ん>七旅走って一回座れ。うん 七転び八起という、あの言葉がありますけども、ええー、この相当前の方ではですね、七相一座。七回走ったら一回必ず心を落ち着けてそこに座りなさい。さらに深めて、一日一死。つまり、一日一回必ず止まりなさい。はい、正しいという字を見てごらんなさい。一回止まれと書いてあるじゃないですか。 ち止まれ、本当だ。ねはい、はい。うまいこと言いますね。やっぱりこう、立ち止まって考えんといけませんな。んはい。いかに言っても、それでも落ち込む人があるでしょう。世界もゆっくりと歪み、特にアメリカが歪み始めて、中国、ロシア、フィリピン、イギリス、普通独の受け入れそして日本の安倍独創体制等々、心配事ばっかりでありますね。心配事は、数え上げれば、 こんな私にはいっぱいあるんですね。左引っ掛けの OB が治らないゴルフではね。血糖値も高い、振動の心配もあると。しかし、それでもと、師匠は言うわけでございますが、はい、この師匠のいい言葉は明日ということ、えー、この次また明日のお値段の上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷か田です。本当に考えてみれば妄想というか、そういうのはどんどん湧いてくるご時世だよね。まだね、年がスタートしたばっかりですけども、まあ、アメリカの大統領、新大統領スタートして、中国、かロシア、フィリピンは、まだあのな、凄まじい、凄まじい人だね、あの人もね。ドテルテさんですね。ドテルテ。ドテルテってちょっと違う。なんかドって感じがするんだよな。<laughs> それから EU 離脱のイギリス。 ええから、普通得。これ、年末にテロもありましたけど、受け入か傾向、ますます強くなるでしょう。そして、ええー、安倍、独創体制。もうやりたいことやっちゃうんじゃないかという。また自分の個人的な話ですけども、血糖値も高い。それから、食べるとすぐ太る。あ、そうですか本当に嫌。うー,んうーん。また美味しいのね。美味しいのはいいことですけどね。うもうそれでもね、えー、奥さんから。 ピシャーっ物差しでね。<laughs> 物差し。で。<laughs> 物差しで手のひこう叩 <laughs>、はいて、ホテルのクリスマスディナーショーがあったから<ー>、プーチンさんと同じ工程で、あの山口の飛行場に降りて<ー>、そこから長門方面に来るまで走ったわけ。はい、はっと気がついたけどな、はい、これは俺の考えすぎかな。竹林がね、結構綺麗に刈られてるのよ。 ななくっってるっててることですかれ竹林って今ね竹の林利用する業者が少ないからどこでもね伸び放題で竹林って大体闇になってるんだけど、うん、プーチンさんが車で走った道の竹林左右見てもね結構日の光が差し込んでんのよ根元見るとつい最近切ったばっかりみたいな切り株なのよ闇を取ってるってことですかあの やっぱり、狙撃の危険性かなんかを感じて、沿線の住民に協力を呼びかけたか、そういう行政の指導があって、市の人が動いたか。それはあり得るかもしれない。ビルの谷間とかないから、あの、山口県は。あの、竹やぶ森田んぼっていう。3枚しか風景は変わりませんから、あの、山口市内近くに行かない限りは。 それがね、どの竹やぶも結構スッキリしてんのよ。その時に、あ、プーチンさんのために切ったんじゃないか。物陰を作る前としたのではなかろうか。うということは、はい、プーチンさんってものすごく狙われてる人なのね。うんだから、そのいわゆるテロリストたちから狙われてる人が時間通りに動いちゃまずいよね。 どこかで少しずつずらさないと。はい、それも遅刻しないと。あるいは時間を守らないことで。それでほら。オ<ラ>ええー。だってお帰りになってすぐだよ。トルコであんた。演説した時に撃たれちゃうんだから、警備の男から。かったですね。 だから警備の中に紛れ込んでるかもしれないとかっていう心配をする国の大統領だから、時間通りに動いちゃまずいだろう。結構いろんなところで遅刻はされてますよね、プーチンさんね。だから遅刻っていうのはあの人にとっては身を守る手段なんじゃないのとにかく一番危険なのは時間通り動くことだよ。だろまあ言われてみれば、なるほどなと思いますけど。安倍さんって全く遅刻しないんだよ。 はい。わかるだろう <laughs> よくわかんないけど。<laughs> いやいや、どうなんでしょうかあ俺は大丈夫だと思うね。<laughs> その説はでも面白いですね。面白いでしょ、うん、だって考えてごらん。プーチンさん亡くなったらロシア大変なことになるよ。だって、戦時はこう言いました。災難に会う時には災難に会うがよろしい。はあはあ、<laughs> そう、覚悟しましょうと。はあ これは相当衆、相当前からの提案でありますね。災難に会うときは災難に会えばよろしい。はい、それでいいじゃないかと。何の不足があるんだ、お前たちというね。うん、その覚悟からしか世の中を転じる、展開させる、回転させるという力は生まれてきませんよ。うん、こうおっしゃいますね。はい、世界を一変させましょう。世界を一変、もう全て変えてしまいましょう。どうやって と、住職に問いますと、相当集、住職、増野さんはこうお答えになります。あなた自身が一回転しなさい。え世界を一回転させるのは大変だから、あんたが一回転しなさい。<え>そうすれば、世界も回転します。そうなんですね。冷暖自治。冷暖自治。冷たい、暖かいを自ら知る。冷暖自治。 という言葉があります。これも相当前の言葉であります。器の中の水が冷たいか、あったかいか、見てないで鉄突込んで確かめろという。い,いよね、<laughs> <laughs> 本当におっしゃる通りだよね。えー <laughs> はい、体感するためにはまず自分で動け。あそういうことか。霊団自治こういい言葉だよね。 あの、なんだっけ、あの、この間謝ったでしょ、あの、DNA が。嘘の科が、あの、医学知識かなんか。えっと、なんでしたっけ去年、大騒ぎになったじゃん。DNA のなんかサイトがあるでしょ、そこをこう開くと、健康情報かなんかほいで、肩こりは背後霊のせいとか、悪霊が取り付いてるとかってあって、他にもなんかでっさらめがいっぱい乗っかってて、はい DNA の頭のいい人たちはあれよそから盗んできて乗っけてたんだってな。他からを転載してる、ね。そう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 。うん、えーあ。あれなんかまさしくこの、住職からカーッつって言いそうなやり方じゃない。つまり、手も足も皮膚も使わずにいってるわけだから。うん。我々は体感することですよというね。うこの一言は、単純だけどやっぱりとても重たい言葉だなと思いますな。あこの続きまた明日の話題棚の上で。 武田哲也今朝の3枚ろしおはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。心配事の9割は起こらないという、マスの総統集住職の本でございますね。この住職の言葉が次元が高いんで、自分の言葉に置き換えているんで、あの、相当、あのた、相当、あの、武田の言葉も混じっておりますけども。 住職の言葉を分かりやすく伝えるための方便だと思ってくださいませ。この世界には飢えて死ぬ人がいます。現実に合死するという人がいます。ただ、本当に奇妙なことに、反対では食べ過ぎて死ぬ人も多いんですね、今。うんうん、特に、えー、我が国日本は5人中2人が糖尿病と診断されている。 という国であります、はい、もうお分かりの方も多いと思いますが、何かをたくさん食べれば健康になれるという、そういう宣伝をする食品会社がありますが、うちの奥さんが言っておりました。たくさん食べて健康になるということは人間の体について絶対ないそうです。<う>私、あの、日記をかじってたんですよね。あ、前かじってらっしゃいましたよね。はいはい。日記。はい。え。 血圧が夢のようにすッと下がるあいいじゃないですか。嬉しくてですね。はい。でも、噛み続けないと、また上がってくるんですね。<ー>ですから、ドッグの前なんか日記を噛んでたんですよね。だれじゃダメじゃないですか。<laughs> <う>ちゃんとした数値出ないんですよ。そうですね。はい、そしたら、妻が、日記をかじって、下げて、なんなのそれがって言われますよ、はい、はい。それで、あの、お医者さんか武田さん、日記臭いって言われす。<laughs> <laughs> 血圧の方は普通に戻っておりました。<ー>高血圧ですね。はい。はい、そうなんですよ。こうなんか、解決したっていう情報が、この世界にはいっぱい、今あるよな。こうやれば解決するって。でも、そうです。松野前治は言います。どんなにたくさん情報を集めたって、したいこと、生きたいこと、こういう風に生きるという生き方を見つけることは皆さんできませんよ。自分で動いて真実をつかむ。これ以外に真実のつかみ方はないんであります。 ですから、皆さん方、テレビとかラジオ、等々で事件報道を聞くときは、一番冷静な人を選んで、その人の意見を聞くように、意見に耳を傾けるようにしてください。はい、情報はありすぎると迷いのもとになります。うん、これ本当ですね。食べ物と同じです。多ければ必ず取りすぎで病になります。そして、 自分というものを忘れて情報に従おうとすれば、あなたはとんでもないミスを犯すことになる。ここからが、えー、マスの外州住職の言でありますな。随所に主となれば、立所皆信なり。<え>これは、臨在州のお坊さんの言葉でありますね。はい、どんな場面であろうと、どんな事態であろうと、 自分が主人公であるっていう自覚さえあれば、必ずの医学知識かなんか。えっと、何でしたっけ去年、大騒ぎになったじゃん。DNA のなんかサイトがあるんでしょそこをこう開くと、健康情報かなんかほ、はい、で、肩こりは背後霊のせいとか、悪霊が取り付いてるとかってあって、他にもなんかでっさらめがいっぱい乗っかってて、はい DNA の頭のいい人たちはあれよそから盗んできて乗っけてたんだってな。他からを転載してる、ね。そう,そう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 。うん。えー、あ,あれなんかまさしくこのう、住職からカーッつって言いそうなやり方じゃない。つまり、手も足も皮膚も使わずに言ってるわけだから。うん。我々は体感することですよというね。うこの一言は、単純だけどやっぱりとても重たい言葉だなと思いますな。この続きまた明日の真題田の上で。 武田哲也今朝の3枚ろしおはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。心配事の9割は起こらないという、マスの総統集、住職の本でございますね。この住職の言葉が次元が高いんで、自分の言葉に置き換えているんで、あの、相当、あの、武田の言葉も混じっておりますけども。 住所との言葉を分かりやすく伝えるための方便だと思ってくださいませ。この世界には飢えて死ぬ人がいます。現実に合死するという人がいます。ただ、本当に奇妙なことに、反対では食べ過ぎて死ぬ人も多いんですね、今。うん、特に、えー、我が国日本は5人中2人が糖尿病と診断されている。 という国であります。もうお分かりの方も多いと思いますが、何かをたくさん食べれば健康になれるという、そういう宣伝をする食品会社がありますが、うちの奥さんが言っておりました。たくさん食べて健康になるということは人間の体について絶対ないそうです。<う>私、あの、日記をかじってたんですよね。あ、前かじってらっしゃいましたよね。はいはい。日記。はい。 血圧が夢のようにすッと下がるあ、いいじゃないですか。嬉しくてですね。はい。でも、噛み続けないと、また上がってくるんですね。<ー>ですから、ドッグの前なんか日記を噛んでたんですよね。だっじダメじゃないですか。<laughs> <う>ちゃんとした数値出ないんですよ。そうですね。はい、そしたら、妻が、日記をかじって、下げて、なんなのそれがって言われますよ、はい、はい。それで、あの、お医者さんか武田さん、日記臭いって言われました。<laughs> <laughs> 血圧の方は普通に戻っていました。<ー>高血圧にですね。はい、はい。そうなんですよ。こなんか、解決したっていう情報が、この世界にはいっぱい、今あるよな。うん、こうやれば解決するって。でも、そうです。松野前治は言います。どんなにたくさん情報を集めたって、したいこと、生きたいこと、こういうふうに生きるという意を、うん、おっしゃいますね。はい、世界を一変させましょう。世界を一変、もう全て変えてしまいましょう。どうやって と、住職に問いますと、相当住職、マスノさんはこうお答えになります。あなた自身が一回転しなさい。え世界を一回転させるのは大変だから、あんたが一回転しなさい。そうすれば、世界も回転します。そうなんですね。霊、霊団自治。冷団自治。冷たい、暖かいを自ら知る。霊団自治。 という言葉がありますこれも相当前の言葉であります。器の中の水が冷たいか、あったかいか、見てないで手突っ込んで確かめろという。いいよね、<laughs> <laughs> 本当におっしゃる通りだよね。えーはい、体感するためにはまず自分で動け。あそういうことか。冷暖自治。こういい言葉だよね。<laughs> あの、なんだっけ、あの、この間誤謝ったでしょ、あの、DNA が。嘘のかが、あの、医学知識かなんか。えっと、なんでしたっけ去年、大騒ぎになったじゃん。DNA のなんかサイトがあるでしょ、そこをこう開くと、健康情報かなんかほで、肩こりは背後霊のせいとか、悪霊が取り付いてるとかってあって、他にもなんかでっつらめがいっぱい乗っかってて、はい DNA の頭のいい人たちはあれよそから盗んできて乗っけてたんだってな。他からを天才してる、ね。そう,そう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 。うん。えー、あ,あれなんかまさしくこの、住職からカーッつって言いそうなやり方じゃない。つまり、手も足も皮膚も使わずに言ってるわけだから。うん。我々は体感することですよというね。うこの一言は、単純だけどやっぱりとても重たい言葉だなと思いますな。この続きまた明日の真ん中の上で。 武田哲也今朝の3枚ろしおはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。心配事の9割は起こらないという、松の総統集、住職の本でございますね。この住職の言葉が次元が高いんで、自分の言葉に置き換えているんで、あの、相当、あの、武田の言葉も混じっておりますけども。 住職の言葉を分かりやすく伝えるための方便だと思ってくださいませ。この世界には飢えて死ぬ人がいます。現実に合死するという人がいます。ただ、本当に奇妙なことに、反対では食べ過ぎて死ぬ人も多いんですね、今。うんうん、特に、えー、我が国日本は5人中2人が糖尿病と診断されているという国であります。はい、もうお分かりの方も多いと思いますが、何